隠れ始めてる。相馬くん急いで。幸平時間ねえぞ。お待ちだ。こいつで締めだ。これはたまらないな。米を主食とするものならば条件反射で炎が緩む。見た目と後期の破壊力。ぬかさんまの炊き込みご飯。ぬか？ぬか漬け。諦めたんじゃなかったのかよ。あー、美味しそう。いや、あのモッツァレラさんまを見た時にはどうなるかと思ったけどな。ああ、生蔵に見えたのはさんまのぬか漬けだったんだな。それぞれ期待を高める演出を仕掛けていたが、雪平相馬もまたしかり客の期待を煽るすべ心得ておる。来た来た、やっとですね。いざ実食です。秋がもたらす相馬の幸せが体中に染み入る。なんという柔らかなうまさ。七輪で一度焼いて、一度焼いてからご飯と一緒に炊き込む。そうして細かい仕事によってここまで見事に香ばしさがご飯に移っているわけです。そしてサンマがまた素晴らしい塩気のあった温かい旨味とふわっとの甘みが噛み締めるたびに口の中に広がります。他の2名に勝るとも劣らない品質です。この厚みのある味がぬかサンマというものなのですか。いかにも北海道で古くから親しまれてきた伝統食。素材の旨味を引き出し、臭みを取って栄養価をアップする。最もうまくさんまを食う方法だと言い切る者もいるほど。それにしてもよくぞここまで味を高めたな、ユキヒラ。一か八か、時間との勝負でしたわ。魚河岸で上等なサンマをできる限り買い込んで試作をやりながら熟成を繰り返しました。もちろんぬか漬け以外の熟成も試して改良しながらね。なかなか旬の上物に対抗できるものはできなかったけど、本番直前やっと満足いく熟成具合に届いたのがこのぬか漬け熟成だったんす。文雄さんの言葉や量で仕込んでたぬか漬け、みんなからもらった熟成の量、その全部がこのひらめきにつながった。あの熟成法に自力でたどり着いたというのか。生くるかと思いきや、こんな名刀が姿を現した。勝者、葉山明。